どうも、しげしげです。本日はスキルコネクトキリト正月リーチェで裏営業行っていきたい行ってみたいと思います。パーティーの紹介していきましょう。キリトですが、お邪魔耐性プラスでお邪魔 100% になってます。で、アシストがダブルのエンハンスですね。はい、これ結構溜まっちゃうので、道中どっかでやっぱりキリト自身のスキル打つべきかなと思ってます。こっちのダブルのエンハンスは別に貯める目的じゃなくて、指とかその辺が優秀なのでアシストしてます。で、やっぱ多色なんで、お邪魔目覚め、毒目覚めに弱いので、それを上書きするためのフェンリルビーズ、まあ、神キラーだったりコンボ強化がついていて強いので採用してます。で、セフィロス、僕は正月リーチェパーに必須なのはセフィロスだと勝手に思ってるんですけど、まあ、キラーで火力も出せますし、あとドロ強からの HP 覚醒無効全回復からの2ターン演出と、これ非常に優秀です。エアリスの武器をアシストしてます。で、ヤシャマル、この子も必須だと思ってます結構必須多いな。雲耐性を素で持っていて、で、シンカリオンの武器つけて、操作負荷耐性もゲットしていると、非常に優秀なキャラです。で、ハオ、前回はアキネ入れてたと思うんですけど、ハオに落ち着きました。というのもやっぱりね、キリトがスキルチャージエンハンスなので、スキルチャージを2個持っているハオ、非常に相性いいのかなと。で、無効貫通スキルなんですけど、アキネの武器の方ですね、アシストして、まあ上位互換のような感じのスキルになってます。上位互換、まあ回復いらない場面もありますけどね。はい。で、自分の正月リーチにはファイズの武器アシストしてます。まあ火力ちょっと伸ばせるのと、毒耐性2個ということで、これで全耐性になっているのかなと、確かなってると思います。いきましょう。この動画は一応キリトを使ってみた動画なので、キリトのねスキル使いたいよね。で、まあスキルチャージエンハンスで一体何倍かかるのかっていうところをお見せしたい。まあしっかり勝ち切りましょう。これどん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 スキルチャージで溜まっていくから、スキル周りだけねちょっと気にしないとねいけないと思います。まあ前までもそれが課題だったと思うんですよ、正月リーチェパのスキルがね回りすぎちゃう。なんで結構ね、キリトはね同じスキルの武器があったらよかったんですけど、もしくは純粋に上位互換のこのスキルチャージ武器、スキルチャージエンハ武器かがあったらよかったんですけどね。で、根性持ちの相手には回復を盾にして攻撃していきます。これまでは僕は76リーチェだとディアブロスに追い打ち武器っていうんですか、追加攻撃武器をアシストして対応してたんですけど、まあ、キリトが素で持ってるということで、そこはスムーズに解決されたのかなと思います。 OK ですね。バトル3、はい。このパーティー見ていただければ分かる通りですね、なんと副属性がリーチェ以外全員闇ということで、まあ、吸収系にも引っかかりづらくなってるっちゃなってます。赤オーディンのね闇吸収とかはちょっとめんどくさいですけど、こういった、まあ、光属性吸収だったりその辺は大丈夫ですね。闇吸収以外はすんなりいけるかと思います。すごいよね、副属性ほぼ闇。あー、このそうか、青オーディンもそうだね。ここちょっと早送りします。はい、ということで吸収が終わったので、ここからやっていきましょう。やっぱりね毎ターン全色決めてたんですけど、もうダブルのエンハたまるんで、まあ、ダブルたまったら使い始めていいかなって感じかな。正月リーチェももうねえたまりすぎちゃうんだよな、まあ、もっとガンガン使えよっていう話なんでしょうけど、うん、まあ一応ねダメージ吸収と属性吸収を無視すれば、っていうかこれオーディンに使ってよかったのかな、属性吸収向こう難しいですね。
まだ立ち回りが固まっておりません。何回も何回も一応異業はやってるんですけどね。最近異業を普通にクリアできるパーティーがめちゃくちゃ増えてきて、いろんなパーティー使ってます。余談ですけど楽しい、パズドラ楽しい。はい、オッケー。バトル6、落ち込んなしか、落ち込んなしです。まあでも76番面なんでケストもしづらいですし、なんかスッと多色が復元したような気がしてます。個人的にはね、全然もう多色不遇の時代は終わってると思います。サブもリーダーも優秀なモンスターがガンガン出てきてるし、もう溜まりましたね。これ使っていこう、使っていきましょう。ああ遅延された。まあまあまあ、6名様上書きしたいんですけど、あと一旦、まあ一旦落ち込んだしなので6でやられることはないので、このままいきましょう。はい、いいね、スキルチャージたまるね。うわ盤面ひど、オッケー、指伸びた、ありがとうございます。じゃあフェンリルビーズ使って上書きして、もうエンハも使っていこう。どうしよう、ガンガン使っていこう。で、これまでだと回復倍率がなかったんですよ。正月リーチだけだとね、正月リーチなんとかか、まあ組み合わせる相手にもよりますけど、なかったんですよ。あぶね、9コンボなかったんですけど、キリトが7コンボ以上した時に回復力 4.5 倍ということで、だいぶ復帰力も上がってます。これがキリトのいいとこっすね。あ、回復力減っちゃった。まあでも減っちゃってもそうだよ、回復倍率があるから多少ねマシになったんですよ。そうだそうだ、思い出してきたな。セフィロスを優先的に採用したのもHP はまあ漏れるんですよ、正月リーチで漏れるんですけど、回復倍率がなくて、割合を食らってからの復帰が難しかったんですよ。そこをねセフィロスのスキルでもう回復しちゃおうっていう作戦だったんですけど、うん、回復倍率をゲットしたという感じですね。よいしょ、光か、はい、いいかな。転職決まってる。ヘイキリト、あと21段。いや使うべきじゃなかったかな、むずいな。はい、回復からの毒マジック、どうしようかな。22秒なら決められそうな気がする。ああ、まあ、いや、いっぱい取れ、いっぱい取れ、いっぱい取れ、いっぱい取ってから考えればいいんだ。なんだこれ、何やってんだろう。あ、違うな。はい、あ、水決まってねえし、あ、決まった、ラッキー。まあ、根性持ちなんですけどね。スキルチャージ決まったよね、今。複製無効は、じゃあシンカリオン武器使っていこうか。ヤシャマルの武器が、武器じゃない、ヤシャマル自身が消せないドロップ回復も持ってるので、それを多分ヘラとかでね使いたい。ヘラニクスだっけ。はい、あ、火決まってない、立ち込む、決まってないですが、今日のところはこのぐらいにしといてやりましょう。バトル12、あー、ぶち抜きたいな。悪魔、悪魔ないな。
まあ一旦どんなもんか、どんなもんか殴ってみます。とりあえずで殴られるビッグフット、はい。さすがに、さすがに OKOK、 まあこれぐらいであれば全力で殴りつつ、ちょうどいい感じで削れそうですね。回復がエッチなここに、失礼しました。行きましょう。はい、ウェイが、セフィロスか、うん、次でいけそうな風、うん、いけないか。じわじわいって、リガチェン食らうのもやだな。リラチェン相手によっては結構しんどいので、誰ならマシだ。あー大丈夫でしょこれは。あ、来ちゃった。セフィロスか、攻撃悪魔体力の回復、あ、え、いいんじゃね、多色じゃん。オッケー、このままいける気がする。闇をウェイにしようか。なんだったらこっからも、これもう全部ウェイ。あ、惜しい。いけ、ぶち抜け。キリト。オッケー。あと5ターン。リラチェン。これはリーチェ使おう。リーチェのファイズのベルトのやつで、油断しちゃいけないのが根性持ちなので、回復を縦に縦に縦に、あ、闇消えた。あ、読みがない。はい、あ、キリト溜まった。おお、いいね、帰ってくるの早っ。ゲイ、いつの間にかセフィロス、キリト編成になりました。あと4ターン。 OK、 光がない。光募集中、あ、光募集中、光募集中、あ、光募集中。はい、ヘイ、完璧。ちょっと HP 怖いな。回復倍率すげえことになってるぞ。セフィロスが3倍でキリトが 4.5 倍だから今70万ぐらい回復してた。いい感じに遅延もらって、あと2ターンか。2ターンの間、あ、ルーレットも終わってる。パズルしながら気づくやつ。はい、ナイス、落ち込む。あと15。あ、いいですね、いいですね、いいですね、いいと思います。とても。ヤシャマル帰ってきた。バトル16。なるほど、気吸収大丈夫。クセムコークール、ここはセフィロスだな。ここセフィロスで吸収大丈夫だから倒そう。確かマシンキラー刺さるんで、この子マシンだよね確か。これで挟む。あー、もったいないな。あー、でもウェイが、あー、あー、組まないっていう。そう、
マシン神だからのセフィロスの餌食です。 OK、 バトル17来ましたね。ゼウスか、まあ神キラー刺さるんでここはキリトじゃなくて大丈夫かな。ただ、根性持ちなんだよ一応。だからこのアキネのスキルで回復6個なかったらなーって考えると、一旦待って、いや待ってる間にキリトのエンハンス、ダブルの武器のエンハンスが溜まっていっちゃう。いいや、一発殴ろう。で根性取れたらいいなーでいこう。根性取れたらいいなー、はい、根性取れたらいいな。回復は追いつきます、絶対。はい、追いついた。いやー、もうちょいでしょ、これ。もう一発いく？もう一発いこう。結構スルスルいっちゃうんで、それが怖いですけど、一応回復立て組んどきます。一応、どうせアキネ使うし、無効貫通スキル使うときはね。どうせ使っちゃうから、こんな感じで一応ね、なんならスルスルいって倒してもいいんだよ。いくんだよな、まあまあ。伏せ本かヒレ伏せ、大丈夫。よし、ここでじゃあアキネ。あ、待って、キリトやばいな、たまるな、マジかよ。いや、じゃあキリトでよかったな。いやー、スキル周りむず、使いこなすには相当練習が必要だ。まあここは抜いたでしょう。ここは抜いて回復も追いついて、たまったね、エンハたまったね。支援ないっけ、支援してくんねえかな。しないね、しません。このまま殴っていきましょう。いや、スキル、使っていいのかな。使って6色決めていけば、5色か、ワンチャンの遅延にかけることにしました。フンプーの行動パターンに遅延があるのかは分かりませんが、こんなに遅延してほしいと思ったこともなかなかないよ。支援してくれ。むしろ歯をが溜まり直せるのない。遅延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 来い。ないか、ないな、ないね。はい、ないんですね。いや、なかなかないよ、こんなに遅延を望んでるの。やっぱりスキルチャージ複数持ちも考えものですね。溜まりすぎてしまう。何回も言うようであれですけど、綺麗に倒せそうなんだよな。先行きました。攻撃力2倍、下丸使って、受けれない説あったりするのかな。ってなると、まあでも無効貫通持ちがいないので、このまま行こう。どちらにせよだね。まあ、もし受けれなくて負けるのだとすれば、敗因は明確です。スキル周りのやつ、スキル周りのやつ仕込んないので、ぴったりなんか火力調整というかでスーンっていかない。うっ、ありがとうございました。ということで、やっぱりね、キリトのスキル、これの使うタイミングと、歯を、あ、キリトに、あれかな、シーイングフォードなら良かったのかな。それならまだマシじゃない、止まっちゃっても。でも、エンハンス、キリトのスキルが強いんだな。まぁ、ちょっと改良して、
リベンジやろうか、いい感じのなんか改良案ができたらリベンジやりたいと思いますので、ぜひご視聴よろしくお願いします。ということで本日は以上です。チャンネル登録、高評価、あとはコメント何卒よろしくお願いします。さよなら。